変わった変わった、はい、半沢直樹の東京セントラル証券と、あとあの歌舞伎役者の彼藤原紀香 の旦那さん あの金融証券取引と阪神会の話と、あとスパイラル3社を経験した Q さんのお話をお伺いしたいと思います。普通に話しましょう、うん、珍しいですね。そんな人、Kさんしかいないです。日本広しという、その3社。そんなことないと思います。そういうことない人はいっぱいいると思います。ただ僕は、ただ、コアッパで、ただただそういう箱にいただけでありました。それが偶然そのドラマと合致したっていうだけなんです。そういうだけの話ですね。セントラル証券っていうのは、あれですか、やっぱり。なんかこう、出向者と、まあ、出向者っていうか、ああいう感じなんですか。テレビに出てくるドラマの話。僕の言ったセントラル証券というのは、いずれあの東京セントラル証券と全く何も関係ない、うん、名前で言ったらセントラルのトータル証券というのは、字面がすごく似てるだけ、うん、ただまあ、親会社が2つあって、うん、2つの親会社が、日産でしたっけ、そうそう、セントラル端子、セントラル端子、東京端子という、うん、で、その2つが共同出資してる会社、うん、まあ、そこの会社に、営業企画に。うん、当然だってあの作者のなんか、はい、作者はね、当然その会社名知ってインスパイアされてどれ設定してる。僕はそ あの作者がいつ書いたか全然わかりませんけど、どっちが先なのか全然知りません。まあそこにその一つの会社の親会社のが投資ホールディング会社があって、うん、そこから派遣されたって、うん、親会社から派遣された人と子会社にその、まあ、どっちがプロパティってのか知らないですけど、あの子会社の雇われた人と親会社から派遣された人でなんか違うんですか、対立であったんですか。いや、全然ないですよ。あんな大きな会社のあれではない、うん、私のところは、その僕が普通に営業してた方がないので、うん、プロパーで働いて営業してる人が稼げば稼ぐほどお金がバンバン、うん、あの給料が上がるというのは、僕は別にそういう、うん、あの営業してなかったので、うん、そういう人たちのわっすげえ給料だなっていうのを見てるっていう感じの世界ですね、うんうん、スパイラル、スパイラルどうする、スパイラルはヤフーですか。スパイラルってのはどうなんですか ね、あので電脳なんとかなんとかってのは電脳体なんですか。電脳なんとか集団だったんです。買収するの集団、あ、なかなか名前が電脳体と関係あるんですか。関係ないです。電脳体っていうのは、まあ、ちょっとあの、まあ、電脳っていう言葉で言うと、まあ、なんですか。でも電脳体っていうね、あの会社は素晴らしい会社ですもんね。今を本当にあの3月の株価暴落、うん、あのコロナ暴落の時から、うん、株価が2倍以上になったヤフーの社長さんが、うん、電脳体出身の関西ですから ね昔はね、みんななんかなんかあれでしたけど、今もうハーベイさんって言ったらなんかもう神のカリスマ経営者らしいですよ、ヤフーの社員。そうそうそう、だってフォーブスかなんかにも、あのフォーブス日本語版にもね、すごい大きな顔写真ドワーンと乗った特集だったので、すげえなと思って、だからただただ同じ時期にいて、味わったんだけど、端っこの人間だったもんですから、まあ、すげえなというふうに、保存感を拝んでるだけなんですけど、ねえ、川瀬さんってね、同じ F の10個先輩で、じゃあ、川辺君って言ってたのに、いつの間にも、あの人はもう、すごいよ、そうなんですよ、川瀬さんはすごく。やっぱりメディアに通じたからね、うん、本当ですね、ドキュメントといえば東海フィルムという、ね、その宣伝を切ってらっしゃるんですか。ね、沖縄県で一番、はい、すいません。で、あのビールはこれここで頼めばよろしいですか。はい、ありがとうございました。弟さんもね、すごい優秀な方で、そうですよ、あのゲームクリエイターそうでしたっけ、何でしょう、そんな感じですよね。俺ビールどう、あ、そうか、プレミアムムーツ生、香るエール、こっちは香るエール、ビッチャビッチャめちゃくちゃいいっすね、ビッチャします、どっちもいいっすよね、どっちもいいっすね、ビッチャ、まあ、ビノはいいんじゃないですか、めんどくさいっすね、このサッカー一体一つ、はいはい、あ、はいはい、いいっすか、はい、さっきからですか、この
オーダーシートにオーダーのこのタブレットですよ。リストってボタンがあるんですよ。はい、リスト。これリストを押すと多分これリストラになっちゃう。先ほどの小林さんの逆に。そうですね。リストって押すとリストラ候補生の名前が出てくる。危険なこのボタンがありましてですね。これなかなか開発した人はサラリーマンの心情まだ分かってない。IT 企業の一覧とすべきだったと思う。IT のやつらが作ってたんですね。注文一覧とかですね。アップする方が UI 的に良かったんですよ。もし間違ってですね、このボタンとかですね。プチトマトね。はい、ありがとうございます。リストラっていうのが入ってたんですよ。大変なことになります。大変なの。いただきましょう。うまい、うまいっすね。美味しいっすか。美味しいっすね。美味しいっすよ。すごい美味しい。こちら1本99円ですかね。ねえ、ね、予定からなかったら800円ぐらいするんですね。取り傷がマッサージ。ねえ、取り傷マッサージしてた。チェーン店なんですか、こちらは。だと思います。ねえ、まあ、取り貴族と聞くと、なかなか上場企業で、東京証券取り貴族っていうのが。でも、ああいう、なんていうか、なんでしたっけ、あの会社、スパイクじゃなくて、なんでしたっけ、スパイヤー。スパイラル。スパイラル。スパイラルで、ああいう、なんか、中学とかの同級生が、ああいうふうに出てくることってあるんですかね。ね、例えばヤフーの、ね、前社長の宮坂社長とかがいたとして、ヤフーの宮坂さんの中学の時の同級生がね、おーとか言って頼むよ。例えば人生において今まで中学生の同級生がものすごい大社長とか、反対に松尾さんが大社長で、時代に中学生が出てくる知り合いが出てくる、そういうことってありました？全然大社長じゃないですけど、まああんまり僕の中学校はそんな多摩の団地のね、スラム街みたいなところだったんで、全然その大学に行きたい人って言ったらクラス40人いて2、3人しか手を挙げないような人だったんで、全然そんな、いわゆるアキラ 100% が建設業界の生ビールを2つで社長の仕事を、建設業界の仕事をやってクラブになる社長の仕事で、そういう社長さんはやっぱりたくさんいるんじゃないですか。ああ、そうそうそう、地元のね。例えばだから僕の直接の知り合いじゃないですけれども、昔ファミコンのゲームの中古販売をしている会社って流行ってたんです。ゲームの中古販売、今は結構ネットが出る前に、あれって魂の人が作った会社で、まあ中古なんですよね。それはあれですかね、初期のソフトバンクと同じようなモデルです。そうそう、でソフトバンクは本当におろすんですけど、魂でやったのは中古だけなんです。中古専用で、だから人から買って売るっていう。レコードレンタル、U&I とか。そうそうそう、まさにあのゲーム、劣化しないじゃないですか。別に箱がボロいだけで、中身は全く同じなので、劣化しないので、中古も新品も関係ないっていうことで、まあ、賢いなと思ったのが、箱がボロボロなんで、箱を自分でカラー印刷して作ったりとか、説明書作ったりとかして、そこでなんか、すべて別にゲーム売ってるだけだったら、なる問題ないのに、箱をコピーしたり、きれいにしたりすると、そこで権利問題が発生する。ものすごい墓穴を掘ってる感じがしますけど、あそこでスパイラルで出てきた南野陽子、どうですか。南野陽子さんは小林さんの昔のアイドルだった。そうそう、なんか若い人たちは知らないと思うんだけど、南野陽子はそうですね、かわいいですよね。でもね、今だにね、50歳ぐらいでしたもんね。あれ、セコドンでも出てましたよね。出てましたね、なんだっけ、そう、なんだっけ、篤姫の、篤姫の、そうそう、行儀作法、シナみたいな。生島だ、生島健康グッズの生島ひろしさんですよ。あれですか、Kさんはあれですか、南陽子好きですか。南陽子は、でもあれですよ、南陽子不思議なのは、なんかそういうドラマ出ると必ず関西弁のキャラで出てきますよ。ああ、まあ、スケバンデガー2のところだ。そうですね。そうですね、だからまあ、将来的になんかあれですかね、なんか、上沼的なポジションを狙ってるんですか、上沼演技の。ああ、おばさんの。でもそういうことないし、わかんないですよ。
でもすごいですね。すごいすごい。だってあのほら、最後あの宮本陽子が顔をね引っ叩いた書類でね、これすごいですよね。僕あとあのスパイラルの社長の格好がなんかアパホテルのなんかあの社長の格好で、はい、あの基礎がすごい似てるような気がする。似てます。似てますか。女の方いや、中部さん、会長、会長会長、男の方、はい、あ、そうなんですか、あんまり想像しなかったね。あの、玉上さんを表彰したそう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 、あの、右翼ですからね。あの、中国のね、批判的な方をあの、前室で移設したって言ってたので大丈夫ですかね。でも彼はなんか、相当実は、あの、まあ、いや、国士らしいんですけども、なんか中国を批判的な本を全編に置いたらしいんですね、はい、そしたら中国人の資格減ったらしいイリュース連載で、はい、もそれはなんか愛国だからそうしたんじゃなくてわざとやったっていう説が正しくて、要は中国人ってマナーが悪くて部屋とかボロボロするから止まってほしくないからウォシュレットを持って帰らないで、そうそうそう、ウォシュレット持って帰ったりとかもうタイルとか全部持って帰っちゃうから止まってほしくないからああいう風にしたっていうふうにわざと、だからもう驚くラッキーみたいな、じゃあ国知でも何でもなく単なるそうそう、ビジネスのあの本当なんですか、という説がある。僕もあの玉上先生のあの、まあ、政治資金報告書を見たことがあるんですけども、やっぱ100万とか寄付してましたね、あのすごいですね、すごいですね、うん、個人ででもアパモデルも大丈夫なんですかね、うん、世の中の人の流れが止まっちゃって、ホテル泊まる人いないんじゃないですか。いないいないと思いますよ、うん、そうすると止まっちゃうんだろう、うん、そうですよ。ただ金城下氏と凡人とかはですね、すべてを自己資金で賄って立ちているとは思えない、うん、あるよね、なんか僕もあの今日で箱根行ってで親が来月誕生日なので親になんかホテルのプレゼントでもしようかなと思って箱根のなんかホテル探したらすげえ高くて3万ぐらいしたので高いなと思って GoTo キャンペーンできないかなと思ってじゃらんで検索してみたらなんかその夫婦1人がなんか3万ぐらいして2人で6万なんで高いからやめようと思って GoTo キャンペーンの対象にしたい方はこちらでクリックするとそれが2人で6万がピコーンと2人で行くのになんか3万ぐらいになったんですよ。ああそうですね、でも住所入れてやるとあの東京都って入れるとあなたは対象外ですと出るんですよ。ただその東京都を千葉とか神奈川にすると OK になるからあれってなんか自己申告だったら行けなくもないなと思っていて、そうです。でもそのクーポンの送り先がクーポンというかチケットとかの送り先が東京、あいや住所、ネットだからあのとりあえずクーポンの送りないんですけど、だからでも親にあんまり変なこと出したくないので親が泊まり行って身分証明書見せてって言われたらちょっと嫌だなと思って結局ちょっと やめたんですけども、私この間大阪弾丸日帰り甲子園いや墓掃除に行ってきて、ああ お父様で行ったんですよね。で行ってきてで JR 東海ツアーズののぞみ往復切符、のぞみ往復プランがあるんですよ、日帰り往復プラン、片道普通1万4、5000円の世界ですね、往復3万近くしますね、往復で1万4000円、それは GoTo キャンペーンで、GoTo キャンペーン、でプラス1万4000円のパックの中に新幹線の切符行きと帰り2枚入っていて、うん、プラス新大阪の駅の構内の行きとかお土産ショップが使える商品券が3000円入ってる、実質1万1000円で東京大阪を往復できた、すげえと思ったよ、こんな安いのこれは、あの自分で申請したんですか。いや申請も言ってもないですよ、JR 東海はもう初めからもう全部やってくれるから、うん、ただ自分で私は千葉県民ですって言って、それもあのネットじゃなくて電話で予約して、うん、あのするだけでできちゃいました。身分証とか出したんですか、住所は。なんもないです、なんもないです。だから JR 東海のツアーズに電話してこの商品ですって言って、であの店まで取りに行きます、あの切符も全部で住所って人のこと言えば東京都の人も多分 OK。それを金券ショップに売ったらどうなるんですか。だからそれは指定 あの瓶が指定なんですよ、瓶指定、うん、なるほど、うん、乗り遅れると無効になっちゃうんじゃないかなと思います、うん、だからまあ金券二次流通はしないことになってるんです、うん、まあ、だけど金券ショップにそれは流してその日のこの瓶指定でっていうんだったら売れるかもしれないです、ね、なるほどね。だけど金券ショップって東京大阪片道しますもんね、うん、
ね、近畿出版どう見てるんですかね、これあれだね、面白そう。うん、とんだとばっちりですよ、近畿出版。もったいないです、もったいないとか、いや、かわいそうですよ。すごいですね。まあ、その GoTo キャンペーンで大阪往復して、まあ、1万1000円で帰ってこれて、うん、望み往復1万1000円で、これ安いですよ。まあ、今あの東京都民でなんかダメになったからキャンセル料を補填するって言ったじゃないですか、うん、旅行代出るやつがなんか発注キャンセル発注キャンセルをなんか繰り返してんじゃないかと思って、から注文、まあ、セブンイレブンのレジのやつがあクーポンピッてない自分でポイントやれやれやってないってやつの勝手自分でやっちゃうのごめんです。あ、多分わしらもそういうのあんまりポイントカードとかやってないんで全部抜かれてんだろうなと思って。まあでも従業員というか、ね、加盟店の従業員が本部の金を、まあ、むしり取ってんだったら、まあ、それはそれで、まあ、弱い加盟店は、ね、ね、還元されてもらえばいいんじゃないよって言ってもしれないですよ、うんうん、ね、あのクーポンのあれって昔からありますもんね、伝えでも、なんか昔のクーポンの、なんか30円引きのクーポン、100円引きのクーポンを、なんかレジで、お客さんがこれ見せると、私ピッてやらなかったんで、見せると入って会場でピッて100円引きにしたのを、なんかその実際にはあの300円なんだけど、割引ってことにして、そのオーナーが100円とか抜いてるっていうやつありましたね。こっち打ちまくって、割引、割引っていう。今はこうピッてバーコードになってますけど、今はバーコードなかった時代、見て確認するだけだった時は。だからそういうオーナーがそういう気持ちになってしまうような本部とオーナーの関係っていうのがあって昔あれですよね、パッキーカード、三菱商事のあの、あ、はい、パチンコのあれを偽造で出回って、なんか夜中になんかパチンコのオーナーが自分で1万円とかどんどんなんかその買ってきたものを換金してて逮捕されてましたね。ヤコイさん、あのキエさん、最後の証券取引等監視委員会、いよいよマスク証券取引等監視委員会はどうすか、あのおかまのあのあいつのマスクね、あの職は、彼の職はあるんですか。ありますね、証券取引等監視委員会の中には、証券会社をとか、金融商品取引業者を検査するための検査、かぶっての証券検査官っていうのがありまして、なるほど、ね、でそこで、統括検査官のもとに、検査官の部隊を蘇生して、それで、定期的もしくは臨時的に、うん、証券会社に臨時をして、うん、でそれで、高齢に照らし合わせて、これは問題がない業務に遂行が行われ、運営が行われているかどうかということを調べるというのは普通のお仕事です。ああいうふうにあれですか、まあ、前作でもそうでしたけど、彼が来た時に頭取会こんな並んで待ってもらったのに玄関のところで来てほしい金やとか、あれは儀式的な、儀式的ないです、あれは嘘です、嘘、あれは嘘だと思います。もちろんそういうあの世の中に公表されているその検査マニュアルとかの中においても、経営者幹部とのその面談によってあの仮想会社情報を把握するというようなプロセスはありますけれども、あんな風に、全体の前で社長が立ってお前というようなシーンは、あれはちょっとあれは演出だと思います。疎開資料とかで資料疎開させてるじゃないですか、あれは何なんですか、意味わかんない。今あれは要するに本当はあの検査というものは、あの検査は金融庁、金融庁法とか銀行法とかに基づいて、金融庁のその許認可もしくはその登録に基づいて業務を行っている企業は、報告徴収権というのが役所にありまして、うん、で役所が報告徴収を求めたものについては、監視されてすることなく報告をしなくちゃいけない、資料を提供しなくちゃいけないという、その法律的な手続きがあるんだけども、それを、うまいこと逃れてるということになって、うん、あれは本当は検査機器といって非常に重い罪なんです。なるほど、そこは言いさせちゃいけないんですよね、資料が、それさせるということは違法であり、ね、それが露呈した場合には相当なる僕あの仕事があるので、そう考えるとあの人があの本書いた時とか10年以上
20年ぐらい以上前だと思うんで、はい、その時まだなんか証券取引等監視委員会なかったと思うんですけど、いやいや、あの、金融庁、金融庁の、まあ、もしかしたら金融監督署かもしれません。あ、そういう前身である組織があったと。銀行局の検査です。あの前作の時は銀行局の検査です。ああ、今回は金融庁と審査の検査。なるほど。どちらも金融庁の、まあ、証券取引等監視委員会は金融庁の、まあ、一応外にはありますけど、金融庁と一体、実質一体ですから、まあ、同じようなやり方でやってます。なるほど。でもあれで資料隠せとか言って、花ちゃんのね、とこで隠したりとか、和菓子次第とかしたときに、なんか組織ぐるみで俺隠しとけとかっていうのは、なんか悪いことだったとしたら、あんまりね、厳正じゃない気がしましたけど。その、まあ、どういう方法で、消したかとか、隠したかということはありますけど、あるけれども、そういうことをすると、それは、極めて重いですけど、刑事罰になる、なるほど、罪になりますので、銀行名とか、取り消しとかいうようなことにも、つながりかねないような方法になる。なるほどね、なるほど。もうリストってことだね。リストみたいな。僕も僕までですよ。でもまあ次あの JAL が始まって、 JAL っていうか航空部門が人気落ちるかなと思ったら余計一人だからちょっとびっくりしましたね。そうですね、あれあんまなんか面白くなそうですよね。あの後半はね、なんかあったって別にやれって最近なんか放棄させられるんですよ。